こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は形勢座に入りて寒しです。谷川の水の音が一人座隅に染みるということで、冷ややかな夜座の情景を言います。それでは今から形勢座に入りて寒しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。